トーン&マナーズ、今回は、ロカビリーニュージェネレーションということで、まあ、東京、日本のロカビリーの最近の話なんかを聞きたいなと思って、そんな中からね、ロカビリーをまた深掘りして、そこからトーン&マナーズへつなげていければと思っております。で、今回、ゲストにザ・ビスキャッツの3名お三方お呼びしました。はい、自己紹介をお願いします。はい、ビスキャッツのボーカル、美咲です。頑張るコビリー、イエーイはい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。次や、はい、ウッドベース担当のスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ギター担当のケンジです。頑張ロカビリー頑張ロカビリー一人一人ね、置いてかれたみたいな聞いてなかったね、それは。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずビスキャッツ結成が2019年と聞きました、はい、そうですね。でプロフィール見てたらなんかラスベガスでライブとか書いてあったんですけど、そうなんですよ。はい、あの初ライブがラスベガスっていう、うん、なかなかないね。ないよね。計らずしてラスベガスで初めてライブってなって、うんうんうん、はい、すっげえ緊張しました。まさかの、そこへ目指せとかっていう感じでもなく、その出演すること自体はまあ決まってて、うん、それでそのタイミングでちょうどワンマンライブがあったので、うん、そこでビスキャッツになりますっていう発表をさせてもらって、うんうんうん、そのもう2週間後にはラスベガスでライブしますみたいな感じだったんだよね。なんかもともとはラスベガスではその前のミサキ&なんとかみたいな感じでやろうとしてたのが、うん、急遽一つのバンドになっての出演っていうことですね。そっかそっか、はい、その前から皆さん、まあ、バンドやってたりとかしてたんだよね、きっと。そうですね、うんうん、大阪の方で、大阪を、拠点にして、うん、全国、ライブハウスを回らせてもらってやってました。美咲ちゃんもソロで歌ってたりとかしたもんね、その前は。そうですね、はい、うん、私10代からずっと歌はやってたんですけど、うん、でもロカビリーシンガーとしてデビューするってなった時に、うんうん、やっぱこう同世代のロカビリーの、まあ、人たちを探してて、うんうん、ただ関西にねこの2人がいたので、うんうんうん、すぐ連絡して、うんうん、ちょっと一緒にやってくれませんかって言って、そしたら来てくれました。偶然見つけた、ライブを見たことがあるとか、あ、なんか映像とかで見てて、うんうんうん、まあ、いろんな知人とかにも聞いたりとかして、うんうん、そしたら彼らのバンドを見つけて、うんうん、で見てたら、あ、この人たちすごい良さそうと思って連絡して、はい、フットワーク軽いからね、すぐ来てくれたんだよね。すぐ行ったね。そう。そっかそっか。はい、じゃあそれがきっかけで、じゃあ3人が、知り合ってロカビリーを続けてるというか、はい、そこからずっとってことだね。そうですね。うん、みんなロカビリーに出会ったのっていうのはなんかいつぐらいとかあるのかな。美咲ちゃんはねプロフィール見てるとね、はい、まあ、子供の頃から絶対聞いてたんだろうなって感じだけど。はい、そうですね、もう私はお腹の中からロカビリーを聞いてたので、うん、もう生まれてからもずっと聞いてて、本当は良くないと思うんですけど、うん、あのご飯中とかもロカビリーでもずっと跳ねるリズムでご飯食べるみたいな感じで、うん、はい、生きてきましたねそっか、はい、お母さんもロカビリー。お母さんは多分お父さんと結婚して、うん、そこからロカビリーの世界に行ったみたいな感じですね。もともととかではないんですけど、はい、そっか。でお父さんバンドやってた頃とかって、そういう場所に遊びに行ったりとかしたりとかしてた、はい、家でレコーディングをしてたんですよ、うん、なのでもう家に来る人はみんなリーゼントみたいな、うんうん、あ、そっか、そういう環境でね、はい、なんか大人になったらみんなリーゼントするのが当たり前みたいに思ってて、うん、はい、そういう環境でしたね、そっかそっか、はい、でケンジとスケは一緒にバンドやってたっていうことなんだけど、はい、どこでやってたのかな。あ、さっき言ってたか、大阪。大阪です、はい、うん、そっか、出身が大阪、関西ってことだよね。自分は奈良、奈良です、はい、はい、自分は和歌山県、和歌山、はい、でもロカビリーって別にリアルタイムでもなんでもないよね。そうですね、もう何もカルチャーはないって言っていいぐらいのものだったんで。知り合ったんだけど、そのロカビリーを知ったきっかけみたいなのは、自分はロカビリー知ったきっかけはもう自分で深掘ってやったんですけど、うん、自分はそのフォークとか、うん、ビートルズ世代なんですよ、はいはいはい、お父さんが、ね、うん、でそっからそのロックの存在はそのビートルズとかストーンズとかで知ってて、うん、もう足は踏み入れてたんですけど、うん、そっから自分で深掘っていったら、うん、ロカビリーが自分にハマったっていう感じ、うん、でもなんか最新のロックではなくて、その辺のロックからこうしたい感じ。そうですね、うん、はい、でしたね。ケンジは、まあ、僕もスケと似たような感じで、父親がの、まあ
影響でまあギターを始めたりとかしてるんですけど、うんまあ、父親がなんかまあたまたま買ってたんですよね、エルビスのビデオ、うんうんうん、で、まあ、それを見て、まあ刺激まあ、影響を受けてそこからまあ深掘ってってロカビリーどんどんこうハマっていくっていう感じなんですけど、うんうんまあ、幼少期に教育番組で、うん、ビル・ヘイリーの「ロック・アランド・クロック」をね聞いてた記憶がずっとあって、うんうん、で曲なんだっけってずっとなってたんですけど、まあ、そのエルヴィスの映像を見る前に、まあ、CD が家にあって、うん、でそれにたまたま入ってて、うん、あ自分が求めてたなんか楽しさっていうか音楽はこれなんだっていうところに気づいて、うん、でそこからエルヴィスを見てこうさらにこうハマっていくみたいな、はい、そんな感じです、ね、でそこから楽器を持ったって感じ、それとも元々楽器は触ってて、そうですね、その前に楽器は触ってましたね、うん、それこそスケのお父さんじゃないですけど、うん、僕もフォークシンガーにが好きだったので、そうですね、ロン毛にして福岡に行って、うん、昭和っていう喫茶で、うん、ギター弾いて歌ってデビューするんだみたいなのを小学6年生の頃に思ってました、ね、うんうん、そこまで思ってた、そこまでフォークに突っ込んだった、そう思ってた、そう、すごいなそれは、うん、その頃ってそのライブはロッカビリーのバンドで、演奏する場所とかあった？場所、まあめちゃくちゃ田舎なんで、うん、まあ、そういうライブハウスみたいなのはあんまなかったですね、うん、なんかまああとライブできるちょっとしたバーがあったりとか、うん、あとはその地域でやってるお祭りみたいな、うん、そういうのでまあ場所借りてやったって感じですかね、うん、はい、でその美咲ちゃんが見つけたその映像っていうのはどんな映像だったの？はい、それはもうイベントに彼らが出てるやつですね、うん、ね、ちょっとふざけてるやつ、そう、まあ、それはもう大阪に出てちゃんとライブハウスでやってる時の映像なんですけど、大阪ではそういうロカビリーのバンドとかで一緒にいろいろやったりとかしてた？大阪はやってた、やってた、いやブルースとかちょっとちょっと違うじゃないですけど、うん、ロックバンド、ロックンロールバンド、ブルースバンドとかはおられたんですけど、うん、ロカビリー一本っていうのは、うん、僕らだけでしたね、関西は。はい、美咲ちゃんが初めてステージに立ったのは？私はステージに立ったのは17歳とかですね。もともと歌は好きだった？歌大好きだったんですけど、もともとギャルモデルだったんですよ私、うんうんうん、それでランウェイに歩くのでステージに立ったんですけど、うん、でもやっぱり歌手になりたいっていう、うん、なりたいっていう か、 なんかもう小さい頃から自分は歌手になるって思い込んでたので、うん、なのでそれで最初は普通にロックな感じで、うん、アブリル・ラビーンさんとかに憧れたりしてたので、うん、そういうスタイルでやったりとかしてましたね、うん、そうか、家ではロカビーばっかだったけど、はい、自分で聴くようになってからは割とそういったロックとかも、うん、そうですね、いろんな音楽をとにかくいっぱい聴きまくって、うん、いろんな音楽もやってっていう感じでしたね、はい、じゃあ初めはロカビーが歌いたいっていうよりもロック、はい、そうです、全然ロカビリーをやろうとは思ってなかったんですよ、うん、でもやっぱいろんなことをやっていくうちに、うん、なんか自分が本当に何だろう、一番表現できるものって何だろうって一度立ち止まって考えた時に、やっぱルーツがロカビリーなので、うん、そこではって気づいて、うん、でそこからロカビリーいろんな曲を聴き直して、うん、はあ、やっぱ魅力的だなっていうので、うん、それで2016年にデビューっていう感じですね、はい、うん、そっかそっか、2016年ソロでね歌い始めたのがね、はい、うん、まあ、ね、そこでソロでデビューした時はもうロカビリーを歌おうっていう感じ、うん、はい、そうです、そこでも私はロカビリーで行こうって決心した時です。そうなんです、はい、そっかそっか、それでその後に呼び出して呼び出し食らいました、呼び出して、はい、そうですそうです、で2019年にでデビュー、はいはい、でそう、僕が初めてだからビスキャッツのライブを、まあ、見たのがロカビリーフェスか、あ、今年ですね、みんな去年と思ってるけど、そうそう、今年なんだよね、そう、2月8日のロカフェスですね、ロカフェス、はい、はいはい、あ、そうか、今年か、初の試みというか今年初めてね、うん、そういうイベントをやろうっていうことで、はい、でそう、その時になんかね、ロカビリーをこの街でもじゃないけど、うん、なんかね、そういう同世代の人と一緒にやってるんじゃないけど、はい、なんか広めたいみたいな感じ の、ね、はい、のメッセージを聞いたりとかしてたんだけど、あ、そうですね、うん、じゃあ次はそんな話をちょっと聞いていきたいかなと思います。
はい、で、まあ、東京というかね、この町の話をちょっとしたいなと思うんですけど、僕はロカビリーというか、オールディーズ、アメリカングラフィティがちょうどやっぱり中学校、まあ、ロックを聴き始めたのがまあ中学生ぐらいで、ね、洋楽とかが聴き始めて、でそのまあ一緒に、アメリカングラフィティを、まあ、友達に見せてもらったというか見に行って、で映画館に、はい、で、まあ、テレビとかでもねやったりとかしてたんだけど、はい、でそのあのアルバムがすごい良くて、うん、すっごいなんか、うん、ね、あの聞いた時にびっくりするぐらいかっこいい曲がいっぱいあって、うん、でその頃からまあ元々60年代とかって興味あったんだけど、まあ 60s、あれは62年かな、話したのかな、2年か3年ですね、はい、で、その頃僕はモズにもちょっと憧れたりとかしていて、まあ、パンクの後なんだけども、そのモズの映画もクワドロフェニア、さらば青春の光っていうのがあるんだけど、 あれは63年なんですよ、はい、あ、なるほど、で1年しか違わないのにとかも同じような時代なんだけど、アメリカとイギリスで全然こう若者のカルチャーが違って、たのに結構、まあ、びっくりもしたけど、なんか割とすんなりと両方とも聞けたかなっていうのがあって、ちょうどねでも80年代ってそのなんだろう、オールディーズとか古いものとかをリバイバルしたりする動きがすごく多くて、はい、そのなんだろうな、60年代のウエスタンカーニバルとか、まあ、そういったところの話とかもちょうどね80年代ぐらいにこういろいろテレビで昔の映像が出てきたりとかっていうことがいろいろあって、でまあいわゆる原宿のロックンローラー族、ローラー族っていうのかなとかも流行ったりとかね、はい、してたんだけど、うんうんうん、そんなところで、この間そのロカフェスがあって、はい、あそこに行った時に、はい、まあ俺にしてみれば昔からの友達がいっぱいいてっていう感じで、まあ、椿ハウスっていうところがあってね、ロカビリーナイトとか、はい、ロカビリーナイトは知ってる？知ってます、はい、うんうん、実際やってないか、遊びに行ったことないってことだよね。いやもうやって、チッターとかでやってるやつとかは行ったことある？ないよね。ないですね。うん、あ、ないね、はい。存在は知ってたんですけど。うんうんうん、そっかそっか。でね、そう今回のアルバムのジャケットを見た時に、はい、すごい 80s っぽいジャケットだなと思って、曲を聴いたのも聴いた時も、そのいわゆるあの頃のなんだろうな、歌謡曲とロカビリーとロックンロールとみたいなのがちょっといいバランスだなっていう感じがしたんですけど、はい、なんかそんなところってなんだろうな、80年代とかその頃のイメージというか、なんかあります？イメージてか今回のアルバムをそういった形でなんかしようとかっていったあるとかあったりするのか。そうですね、私たちは基本的にはそういうなんていうの、もともとあるロカビリーに新しいエッセンスを加えてっていうのでやってて、うん、今回のアルバムは特にまあそんな感じだけど、もう曲によってね、いろいろ大事にする部分を、あるまああのなんていうんでしょう、まあ自分たちはまあそうですね、80年代50年代っていう、まああんまり楽曲をこうレコーディングするときとかあんまりそういう意識はしてなくて、うん、本当まあ自分たちがこう吸収したものをこうロカビリーにしこう表すっていうのか、うん、まあ自分たちなりのロカビリーでこう、うん、まあ演奏するっていうのをまあ意識してます、ね、うん、はい。ということはだから、まあ、60年代とか、ね、50年代の音楽を今にこう表現するときに、まあ、自分たちなりに紹介してるで 今の時代にできるもの、はい、そこで一番なんか意識してることとかだったりとか、ね、インスパイアされるものとかだったりする？あ、まあ、そうですね、何でしょう、やっぱ意識してるのは、まあ、絶対そのウッドベースは外さないとか、うん、まあ、ギターとかそういう音作りとか、うんうん、そういうのはやっぱめちゃくちゃ、あの、なんでしょう、50年代だったり80年代だったりの、その、うん、自分たちが憧れて聞いてきた音は意識し、うん、めちゃくちゃしてますね、うん、はい、で基本的に日本語じゃないですか、やっぱり。あ、そうですね、うん、で、まあ、洋楽とは違って日本語で伝えていってるっていう感じもあるので、はい、でサウンド的にはさっき言ったみたいに80年代も60年代もあまり関係なくっていう感じなのかな。まあそうですね、はい、まあ、そこあんまりそうこだわりもしないんですけど、うん、まあ、なんていうんでしょう、やっぱり自分たちの理想の音っていうのはまずそっちに寄っていっちゃうっていうか、うんうん、あんまりとらわれないですけど、まあ、でも音はやっぱ本物の音みたいな、うんうん、
は意識してますね。はい、だからその時で一番どうなんだ、ギターのなんかだとどの辺が一番こう影響を受けたりとかあります？ギターの音とかですか、スタイルというか。あ、そうです、まあ、僕はあのやっぱストレイキャッツが一番、まあ、あのロカビリにハマ、ロカビリギターをするきっかけになったのがやっぱブライアン・セッツァーなので、うんうん、まあ、やっぱそこの音をまあ目指してるっていうか、うんうん、まあ、それに近い音で、そこからまあ自分の色をこう出せたらなと思いながらまあやってますね、うんうん、はい。スケはまあベースとベースだけど、はい、そのなんだスラッピーの感じとか、はい、そういうのはなんかその60年代とか80年代とか最近とかってなんか音作りとかってなんかこだわったりするとかある？そうですね、ウッドベース の、 今ロカビリのカルチャーで、うん、ベースの音の出し方って、うん、そのマグネットタイプとピエゾタイプの2種類が大きくあるんですけど、うん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 、ビスキャッツのサウンドは割と生っぽいピエゾのウッドベースらしさを出すサウンドが合うんですよ。なんで基本的にはその50年代 の、 そのロカビリーのサウンドを意識して、すごいシンプルなマイク1本で撮ったりとか、そういうサウンドはこだわって作ってましたね。はい、美咲ちゃんが歌う時になんかそういうなんか意識してることってある？はい、それこそあのヒーカップとか、そういうなんだろう、ロカビリーの奏法、唱法、歌い方を取り入れたりとかはしますね。はい、ところどころに。でなんかね、今それ話してたのはいわゆる、はい、なんだろう、ネオロカとピュアロカみたいな、そんなのがまあなんだろうな、その80年代っていうあのおじさんたちの中でいろいろあったりとかするんだけど、はい、そんなことは全然気にしてないってことだよね、言ってみれば。そうですね、基本的になんか魂はロカビリーだけど、そこにどんどん新しい要素、もう自分たちらしさとか新しい要素をどんどん入れてやっていきたいっていう、80年代じゃないとダメとか、そういう固定概念はなくて、曲によってこの曲は 80s っぽいよねとか 50s っぽいよねとか、そういう柔らかい考え方でどんどんいろいろ取り入れたいなって思ってるので、はい。やっぱりそこでなんとなくこう80年代ボーイというか新しいロカビリーと古いロカビリーっていうのはなんとなくイメージはあるってことだよね、なんか。そうですね、曲、例えば結構歪んでギャーンってギターがいってるやつとか、そうなってくるとまたベースの音も結構あれドーンとローが効いた音の方がいいよねとか、そういうこだわりはありますけど、はい、そういうサウンド作りのところでこだわりあるけど、そうですね、まあ、精神性とかっていうところでいくとロカビリー一緒やんって感じ、まあ、大きく一緒じゃんっていう、そっか、はい。でまあ、東京ってかその街で演奏してて、今ってどんなバンドとやることが多いっていうか、ライブとかってほぼほぼそうバンバンしかない？そうですね、私たち結構単独でね、ツアーだったりとかが多くて、対バンもたまに、ね、出させていただくことがあるんですけど、でもそれこそこの前は大阪でやった時とかはね、いろんなジャンルのバンドさんとやったりとかね、はい、でもロカビリーのイベントにも出演させてもらったり、ロックンロールのイベントにも行ったり、いろいろ、あと車とかね、車のイベント、アメ車系のイベントとかで、まあ、今年の2月あって、で次回の、ロカフェスなんかもう決まってたりとか。はい、もうね、2回目決まってってね、やっぱ1回目がすごく大好評だったので、2回目はねもっとさらにいいものにしなきゃという、さらにおじさんが出てくるおじさんそうなんです、今回あのスペシャルゲストで尾藤勲さんがね、もうレジェンド、レジェンドすごいね、すごい楽しみで、あとはあの私の父のバンドが 2組でロデオがね、もう23年ぶりの再結成なんですよ、すごいね、はい、まさかまたやるとはっていう感じで、お父さんはドラマーなんですけど、ロデオに関してはギター弾いて歌うんですよ、そうなんだね、そうなんですよ、なんかちょっとね心配いやでも僕たちの憧れのバンドだから、すごい楽しみです、しかもね、一緒にねステージ立つ ね一緒にね、ステージ立てるなんてなかなかね、貴重な感じで、あとはブルーエンジェルさんが出演してくださいますね、ブルーエンジェルさんも私小さい頃から一緒に遊んでもらったりとかしてるので大好きで、あとグッドスピリッツとダイヤ君
ね、いやね、ダイヤ君のピアノもすごいからね、うん、ダイヤ君でまず盛り上げてもらってね、そうだね、温めてもらって、そう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 、でグッドスピリッツは、まあ、あのロックンロールのダンスチームっていうのかな、ね、うん、はい、うん、すごいね、楽しみだけど、うん、ドキドキもすごいいっぱいある、だってキャパも何倍はい、キャパもすごい前回よりも大きいところになったので、うんうん、はい、ねえ、たくさんの人に練習しないと、ね、来ていただきたいですぜひ来てください、遊びに来てください、はい、今回はショップとかそういうこととはフェス、あ、うん、ショップも前回とね、そう、前回、ほぼほぼ呼ばせていただいたお店さんは、うん、呼ばせていただいて、それプラス、うん、広島のブルーベルベッツさんという、うん、そのリーゼント、うん、多分僕の中で日本一のカット、うん、カットセット、うん、でお店もやられてるんで、うん、っていうすごい、あの広島からわざわざお越しいただくので、それもすごい楽しみですね、楽しみだね、そこ現場でっていうか、そこで髪切ってくれたり、あ、どうなんですかね、まあ、セットはしてくれるかな、そう、セットはもやってくれると思うんですけど、うん、カットはちょっとわからないですけど、まあね、はい、カットはね、難しいよね、うん、ですね、ちなみにその自分の頭はそのリーゼントセットどれぐらいかかるの、時間は、今日はでも調子良かったんで15分ぐらいで調子悪い時は30分ぐらいかかっちゃうんですけど、はい、うん、そっかそっか、で今ちょっとね髪型の話になったんだけど、はい、そのファッションの話をねちょっと次していきたいかなと思う、はじけちゃって壊れちゃってカモンサラマツムクローゼン、今リーデンの話が出たんだけど、はい、そのまあ、ファッションだったりとか、まあ、ヘアスタイルだったりとかって、まあ、リーデンとこだわってますっていうところで、他になんか男性陣としてこだわっているところとかあるファッションとかで、ファッション、まあ、好きなもの、まあ、ロカビリって言ってもいらないじゃない、今日着てるライダーズみたいなのもあれば、はいはい、ね、割とこうスーツだったりとかっていうのもあったりすると思うんだけど、はい、好み的にはどっちがどうとかある、好きとか、僕は個人的には、結構80年代入ってから、うん、結構革ジャンとか、うん、結構ごちゃ混ぜに、うん、みんな鉄ジャケットとかも結構ごちゃ混ぜに着て、うん、もう大きくロカビリみたいな感じに感じてるんですけど、うん、僕はどっちかというと50年代のエルビスが着てたような、うん、ナッソージャケットだとか、うん、ギャバジャンとか、うん、そっちのテイストが感じるものが好きで、うん、普段まあ、ステージもですけど、うん、普段着は結構そっちが多かったりしますね、うん、はい、そっかそっか、うん、ケンジは？そうですね、僕はまあ普段どっちかっていうとアメカジで、うん、まあ、ロカビリっちゃロカビリなんですけど、うん、まあ、あのウエスタンシャツとかよく着てますね、はいはいはい、はい、特にその、うん、なんて言うんでしょう、こういう服装っていうのは普段着はあんまないですね、ウエスタンが好きなので、うん、なんかウエスタンを着てるって感じです。あ、ウエスタンを、はい、じゃあ、リーバイスとかジーパンにそうです、ね、はい、ウエスタンシャツ着たりとかって感じ、はい、そうですね、美咲ちゃんはなんかそのロカビリーとかっていうところで、はい、ファッション的に好きだったりとか、はい、こだわったりとかっていうところで、私は50年代とか80年代ファッションに今っぽいテイストをミックスさせて、うんうん、着ることが多いですね。うん、あとはステージだとそういうフィフティーズの形のワンピースとかドレスっぽいのが最近は好きです。うん、はい、そのインスパイアされる時って、うん、そのなんだろう、なんかこうお手本になるようなものとかって見たりとかする？私インスタで探すんですけど、うん、インスタのそういう50年代ファッションとかのブランド、イギリスとか
アメリカでやってるアカウントとかをひたすら見て、うんうんうん、ちょっとインスパイアして、その形をもとに衣装を作ったりとか、うんうん、それはヴィンテージのものが出てくるの？あ、そうですそうです、当時のものだったり、うんうん、そうですね、うんうん、最近でそういうのをなんかなんだろう、うん、体現してるなんだろうブランドとかって見つけたりしたわ。コラクティフコレクティフ、コレクティフ、コレクティフが好きですね、うん、それはどこのブランド、はい、イギリス、イギリス、イギリスのロンドンにあって、うん、カムデンや 3,4 年前に行ったよね、みんなでね、うん、あ、そうなんだ、はい、でカムデンもってかロンドンも行ってるんだ。あ、行きました。 そ, うです、ねはい、それは演奏もしてるの？それは撮影で行ったんですけど、うん、あのエースカフェ、ね、エースカフェね、はい、うん、そっかそっか、エースカフェはね、あのモッツとかね、スクーターとかね集まって、うん、そうね、そう、ロカビーとモッツとかがね混在してる、はい、うん、うん、あとはじゃあなんだろうな、靴とかは、靴、うん、靴、あ、ラバーソールとか うん、ボーリングシューズのイメージとかは履きますね、うん、あとはもうピンナップガールらしくもうピンヒールとか私はステージで履いたりしますね。んなんか東京でそういうものを買ったりするときって、はい、なんかこうよく行くお店とかだったりする、そのファッション的に、サボイさん、原宿にあるサボイさんと、うん、原宿ジャックスさんと、うん、あと町田にあるグッドロッキーさんとかが多いかな、うん、そうだね、結構ステージ衣装もその3つからだったり、うん、そうだ、あとはドライボーンズさんだとか、あ、そうだね、浅草かな、ザ・キングっていうナッソとかを中心に作ってあるブランドさんで、もうプライベート講師混合やな、講師混合じゃない、講師なんて言ったんや、講師ともにお世話になってる、講師ともにお世話になってる、はい、お店の人ともね仲良しだし、はい、グルービーさんとかね、豊橋にあるグルービーさんとかもだし、あとガレージパラダイスさんとか、そうだね、まあ、でもクリームソーダももちろんね、もちろんクリームソーダも来ますしね、とかですね、はい、はい、やっぱりそうやってなんか東京にコミュニティとかあったりとかして、まあ、そういうところでこう洋服が買ったりとか、はい、うんうん、インスパイアされたりとかするのもそういうところで見つけたりとかっていうのが多いってことか。そうですね、うん、髪型はなんか美咲ちゃんこだわってるのがある、まあ、いろいろあると思うけど、ポンパドールしたりとかなんか、はい、髪型はここでロールするやつがよく、うん、ね、ピンナップガールがやってるんですけど、うん、それをミサキロールって言って、うん、ちょっと形を私のヘアをやってくれてるしげみさんっていう方がいるんですけど、うん、その人といつも一緒に話し合って作ってます、うん、角度がねすごい大事なんですよ、あのね丸はね、うん、すごいよねあれね、まあステージとかだとそんな感じで、普段はなんかどんなこととかってしてる？普段はでもまあファッションに合わせて王道なポニーテールにポンパドールしたりとかもするんですけど、結構やっぱそういうのに今っぽさをミックスしたかったりするので、こういう風にゆるふわ巻きにしたりとかやってバランス取ったりはしてますね。そっか、そういうところで自分らしさとか今らしさみたいなのを出していくってことか、はい、そうです。うん、ね、多分見てる人たちもね、美咲ちゃんファッションをこう参考に、楽しんでもらえたらと思うし、さ、ね、いろいろ、ね、名前出てきてね、サボイとかね、さっきも言ったけどね、うん、アキラとか古いんでね、はい、なんかそうですよね、うん、そうそう、まあね、彼とかは逆に言うとネオロカ大好きで、うん、うん、逆にこだわってロンドンの今のロカビリーみたいなにこだわってるっていう話をしてたけど、うんうん、そうですよね、うん、で今さっきロンドンに撮影に行ったって言ってたけども、はい、それはなんか、ロカビーとロンドンってなんかそのイメージ的にこうつながったりとかする？そうですね、やっぱネオロカビリーがやっぱ生まれたのがイギリスなので、やっぱそのこうなんていうんでしょう、そこへの憧れみたいなとかありますよね、うん、はい、さっきほらデビューがラスベガス で、はい、で今ねイギリス で東京でっていうところで、まあ、そのネオロカとかピアロカとか出てきたけど、向こうに行った時なんかそんなさっきのね洋服の、ブランドとか名前出たけど、はい、他になんかそういうこう見つけたものとか感じたものとかってある、そういう街とかで。なんかロカビリースタイルをめちゃめちゃかっこよく撮る撮影スタジオがあったんで、うん、カメラマンさんがそういうのが、そういうカルチャーが大好き で、うんうんうん、でそういう写真ばっかりを撮っているっていう場所があったんですよ、うんうん、それを知ってここに行ってみようって、うんうんうん、そこでかっこいい写真撮ってもらおうっていうので、確かリバプールやったよな、確か、あ、そうだ、うん、ちょっと遠かったよね、ロンドンから何時間かかけて車で向こうでね移動して、うんうん、そこはでもすごかったね、うん、なんか
めちゃめちゃかっこいい写真がいっぱいね撮れたよね、うん、これ出してもらうでその時にロンドンで撮った写真っていうのはなんかどこで 見られたりとかするのかな。あれあれはインスタで出したねすごいなインスタで出したんですよ、うん、なんか本当は何か作品にしたかったんですけどね、うん、ちょっとタイミング的にね、うん、逆にさっきスタジオとかも自分たちで見つけて、はい、ここ行くぜ行こうぜって感じだったってことだよね。そうです、インスタで見つけて、うん、行きたいねって言ってもうそこを DM して、うん、コンタクトを取って、うん、それで撮ってもらって、うんうんうん、ねすごい楽しくていい経験。でやっぱり何ピアロカっていうよりもネオロカな感じだった。はい、イメージ的にそんな感じだよね。なんか写真写真の色とかがネオロカです。結構その原色バキッとみたいな、うんうん、あの80年代って結構原色使いがすごいじゃないですか、うんうん、なんかそういう色がはっきりとした色使いでやってもらいました。そういうのが得意な。そうですね、はい、でもそうやってなんプライベートでそれ見つけて行っちゃうぐらいなんだろうなロカビリーが大好きだったりとかロカビリー普段もそういうことがいつもこう気になってしょうがないってことだよね、はい、そうですね、はい、そうですね、本当に基本なんかロカビリーな生活してるそうですね普通に休みの時でもそのお洋服屋さんとかに行って買い物とかしますし、家の家具とかもね。そうそうそう。うん、やっぱりね、はい、ランプとか好きだもんね。あの 50s の50年代のそのヴィンテージのランプとか、うんうん、ソファーとかそういうのが大好きで、うんうんうん、そういうのを見に行ったりとかもするんで、うんうんうん、そうだよね。やっぱりみんなそういうのね、トータルでファッションとかね、はい、まあそういうスタイル、ライフスタイル含めてみんな大好きだったりするもんね。はい。うん。そこで、そう、普段の生活から、まあ、ロカビリーが大好きっていうところで、さっきのロカフェスの話も出て、ね、洋服屋さんとか、まさにさっき出てた、ね、名前の洋服屋さんが、ね、いろいろ出店とかしてたりとかね、あのヘアメイクの人がね、出店してたり、今回はリーゼントの人がとかっていうところで、おそらくその、なんだろうな、すごいリアルタイムじゃないけども、3人ともロカビリーが大好きで、そのね、ライフスタイルまで、こう、ね、自分たちに影響させてしまうものとして今やっていて、で、まあ、ロカフェスもなんか、ね、もっと新しいなんか ロカビリーの、ね、みんなに伝えたいみたいな話を聞いてたんだけど、その先には何か考えてることとかってあるのかな。と私たちはあの頑張ロカビリープロジェクトっていうのを立ち上げたんですよね、うん、GRP よ GRP って言うんですけど、うん、まあ、一つ目が、私たちのライブは18歳以下もう無料という、うんうんうん形で、うんうん、で2個目が、アジアロカビリ連盟を設立という、うんうんうん、ね、アジアのロカビリを盛り上げて、うんうん、みんなで一緒に何かやりましょうっていうので、うんうん、3つ目が、2年後2024年の夏に渋谷公会堂に2000人集めます宣言っていうのをしていて、まあまあ、私たちの世代もそうなんですけど、うん、自分たちより若い世代でやっぱロカビリーを知らないっていうのがすごく多いんですよ、うんうん、で、まあ、自分たちをまず知ってもらって、うん、まあ、ロカビリーは知らないけどビスキャッツは知ってるよっていうね、うんうんうん、子たちにたくさん増えたらいいなっていうので、うんうん、そこからまあロカビリーの魅力も知ってもらえたらなっていうのでね、うんうん、ちょっと18歳以下無料っていう無料で、まあ、遊びに来てよってことだね、はい、うん、ね、こんなにね楽しいジャンルの音楽を、ね、うん、知ってほしいよね。そうね、だしやっぱ後世にどんどんね、うん、続いて引き継いでね行きたいから、やっぱ自分たちが頑張ってね、うん、そこはっていうのあるよね。そうだね、うん、今は、はい、そんなになんだろう、お客さんってどういう、やっぱりどういうお客さんが多いです、ライブやってて。やっぱり
私の父とかの世代の方が多かったりはするんですけど、うんうんうん、最近だと老若男女そう、はい、家族3世代で来てくれたりとかしてすごく幅広くなってるのでね、少しずつね、ロカビリー広まってきて、うんうん、でもね、その原宿のね、はい、ジャックとかね、はい、話とかしてても、うん、やっぱりそのお父さんお母さん世代とかロカビリーが好きで、はい、ね、美咲ちゃんじゃないけど家で普通に聞いててとか、うん、そうそう、だから高校卒業するまでは普通だったんだけど、はい、そういうお店に行くようになってまたそういうのがね、うんうんうん、好きになって遊びに来るんですなんていうね、人たちも増えてるみたいで、そうですね、うん、だからそういう若い子たちにね影響を受けてそのね、はい、学校の友達とかね連れてきてくれればね、そうですね、うん、18歳以下はね無料だったらね、まあ、どんどん友達連れてきてって感じだよね、はい、そうなんですよ、うん、全然怖くないから、ね、おいでよって感じ本当ロカビリーのね魅力に一度ハマったら、ね、私たちみたいにもう抜け出せなくなる、ね、うん、はい、うん、私ね2年後渋谷公会堂宣言しちゃってますからね、そうです、渋谷公会堂もちろんあのリーゼントとポンパドールのお姉さんがいっぱいいるっていうことだよね、はい、ああねファッションでも割とね、うん、自由にいろんな方が今、うん、そう若い子もみんなそうやってたらいいな、うん、ぐらいで、うん、はい、まあ、とにかく遊びに来てっていうことね、でそう若い子たちに、まあ、ロカビのいいとこ知ってもらおうっていうねそういう話をしてたんだけども、今なんだろう自分の中で一番ロカビリーをまあ大事にしてたりとか、この部分がロカビリーが大好きなんだよねみたいな、自分の中でのロカビリーに対するトーン&マナー、まあ色だったりとか、まあ、マナーだったりとかって聞きたいんですけど、美咲ちゃんは熱い魂ですかね魂だ、はい、魂が大事です、うんうん、うん、そっかそっか、はい、それはどんな魂だ、うん、何事も諦めないとか、うん、楽しむとか、うん、もう熱い心が大事かなって思います、うん、楽しむにしてもそう、はい、もう熱くて楽しむみたいな、やっぱロカビリーってこう跳ねるリズムで、うん、楽しさと踊り出したくなっちゃうところが特徴だと思うので、うんうん、そういう何事も全力で楽しむとか、うん、そういう熱い心かなと思います、うん、それが一番大切だと、はい、はい、じゃあケンジ君か、はい、まあ、僕も美咲ちゃんとちょっと被っちゃうんですけども、うん、まあ、自分が初めてそのロカビリーを聞いた時の印象が、その聞いてて すごく楽しいっていうか、もうそのビートがもうノリノリにさせてくれるっていう、それを幼少期にあの感じたので、ビル・ヘイリーね、そうですね、まさにもうそこがまあ僕にとってはもうロカビリーでもう外せないとこなんじゃないかな、まあ要するにまああのノリっていうんですかね、グルーブっていうのか、まあそこですね、はい、そうか、はい、ロカビリー、自分にとって大事なロカビリーの要素は、その音楽のグルーブプラス、うん、見た目のエンターテインメント性、うん、特にウッドベースとかは上に乗ったりとか回したりとか、いろいろ目で見ても楽しませてと、うん、いうことが、僕の担当のとこもあるんでじゃあスケは何ベースウッドベースでやっぱり歌ったりするの、はい、それは、はい、もちろん、はい、もう そっから練習しましたどうやって立つか弾く前に、うん、弾く前にそれ横にして立つ方、そう立てたままこう乗っかる方、両方です、あ両方やるかっこいいよね、でもね、ありがとうございます、うん、はい、まあ見た目さっきの楽しいとかね、あのね、あの一生懸命とかそういう熱い心とかあるけど、見た目もやっぱりね、そうですね、かっこよくないと、はい、ところで、もう見た目から入ってくれても全然大丈夫です、うん、そうね、はい、はい、ありがとうございます。しないで、これが私のスタイルなのよ。自由に生きる好きなことをして、何が悪いの。恋人気取りは困るわ、やめてちょうだい。 Oh no, give me a break, come on。 心配しないで、これでも私正直な方。過去のことを覚えていないわ。純粋さ